あやっていきましょうか。ラストパートになるはずなんですよね。まあ全てのね真相が明らかになっていく中で、テロリストであるノーマンが、実はですね本当の首謀者ではなくて、今電話をしているですね、まあ、ノーマン君と言っているこの、オブライエン君じゃないや、オブライエン君じゃないや、モルガン・ランズディール氏が実は、そのテラグリジアパニックを引き起こすね、まあ手引きをしたというところだったんですね。まあ、そういった真相が明らかになっていく中で、まあ、ベルトルが復活劇だなんだとかって言ってね、まあ、いろいろとこうね、FBC をおびき出すためにいろいろと BSA が仕掛けていったんですけれども、まあ、実はテロリストの首謀者っていうのはその BSA じゃねえのかっていうね、まさかの逆転裏切りをね見せられたというような状況になっているというところでございます。そしてそのですね、もうHQ が全くもって動けなくなってしまったという状況の中で、クリスとジルが最後の証拠をつかむためにクイーンディードに潜り込みましたというような感じですね。すっごいざっくり適当に何の、脈絡もなく、お伝えをしておりますんで、間違った情報が、99% です。ということでやっていきましょうか。ラストパートですね。まあ、前回ですね、ローマンが、右腕に、アルコールをぶち込んで、その後に直接アルコールをぶち込んだ結果ですね、酔っ払いすぎて、もう原型がとどめられなくなりましたよということで、おっぱいがね、1個になって真ん中乳首ドックンドックンっていう状態になっているということなので、持ってないハンドガンをなぜか持っているチル、あなたも酔っ払っているかもしれない、おめめがチューンっていうことなんですけれども、どこ行ったのということでね、はい、まあいろんなボスがたくさんいる中でね、過去最大級に強いと呼ばれているかの有名なノーマン君でございますが、はい、果たしてどうなるでしょうかということでございますね。じゃあさあやっていきましょうか。ジュイーンということですね。はい、ダダ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 おっぱいしばけないと、どういうことだ、どういうことだ。じゃあ、とりあえず。もういいや。とりあえずダメージを与え続けてればなんとかなると思う。あ、いて、嘘。あ、だ、いて。やばい、やっぱりこのボスは強かった。いて、そう、心臓をぶち当てれば、食らうはずなのになぜかその心臓にずっと当てられなかったということなんですね。あ、いて、なんだ、貴様。急にみなぎってくるんじゃないよ。ほい。あ、94発手に入れた。また、あ、そんな遠いところに行くのね。ほら、かかってこいや。おっしゃー、オッケー。おっぱいにマグナムぶち当てちゃうぜ。おっぱい、お前、なんでそんな、卑怯者。そんな卑怯なことしたらよくないよね。あ、ばい。はい、遠い、残念でした。あ、ばい、違う。それは違う。あ、ばい。また始まった。また。あ、後ろ。オッケー。心臓。あとね、お背中のコアもね、お背中のコアも痛たち。あ、なんだ。うおー、みなぎってきたーって。やっぱり美女をたしなめるのは、ああ、非常にみなぎってきておるので、ああ、ございます、危ないでございます。やばい。だ。哀れなり、哀ねらり、ウイルスの力頼るなんて哀れなり、回復するだり。固まった。これは非常にまずい。さあかかってこいや。おめねが近いのね。こちら。オッケー。おっぱい心臓。オッケー。みなぎってきた。違うね。お前じゃないな。お前だ。あ、外した。痛い。おっぱい。顔。これまあ多分地味に食らってるんだと思うんだよな。地味に食らってるんだと思うんだけど、あれどこ行った？出た。あ、違う、偽物だー。おう、て。後ろにいるんだな。もうね、画面コントロールがねできないぞ。ほら、ほら、もう後ろにいるんだよ。後ろに、あれ、後ろにもいない。離れろ。目の前に。あ、外した。やばい。でん。もう弱点とか関係ねえ。もう力技、とにかくただの力技。あれ、あ、なんでだ。力技が通用しない、この野郎。ほいで、かえ、あ、マシンか。で、どっち、こちら。オッケー、心臓。
やっぱ女の子にはマグナムか、完全なハゲオヤジなんだけどな。完全なるハゲオヤジ。違う、偽物、ハゲオヤジハゲ。やばい、ハゲオヤジ暴走、ハゲオヤジ暴走したから、さよなら三角、また来て四角。こいつ、不死身です。不死身なんですよね。はい、終わりー。あっさりー。もうね、なんかボスから始まったパートだから、非常に大変なことに起こるかなと思ったんですけどね、やっぱり男のマロンは、マグナムをね、おっぱいにぶち込むことと、まあ、全身に向けてね、ロケットランチをジュダーって流行っていくということなんですけれども、さあ、すべてが終わった。あ、こうなっても喋ることができるんでね。そうだよね。まあ、いろんな奴らにね、裏切られて、いろんな奴でかね、自分の思い通りに行くかなって。でも、そもそもさ、こいつの、なんだろう、目的って一体何だったのかな。結局 FBC のさ、手のひらで踊らされて終わっちゃいましたみたいなね。でもそのアメリカ人のモルガン名みたいなこと言ってたってことは、こいつ何人なんだろうね。ノーマンだから北欧とかになってくるのか。でもヨーロッパっぽい気はするけどね。はい、筋トレの後の EAA、 まあ本当はね、プロテインとかね、なんかそういうね、タンパク質系を食べる方がいいんですけどね、もうちょっとプロテインじゃない EAA があまりにも余りすぎたから仕方なく飲んでるということですね。さあ、ということで、ここにね、すべての真実が載っているということで、これで終わったということですね。まあ、海を使えばなんとかなるでしょうとかね、UAV を積んでおいた散歩に使えますよねーって。てかもう喋る内容、うんぬんかんぬんじゃなくて、ノーマンと FBC がさ、一緒にいる時点で、もうアウトっていうところをね、やっぱこれ気づかないと。しかもこれをちゃんとね、ムービー撮っているっていうところが、ノーマンが結構実は賢かったっていうところなんですよね。しかも T アビスをね、なんかまるでこれが札束でございますって言ってね、お代官様これをお納めくださいゲーヘみたいな感じでやってるけどこの量で街をひっくり返せる。そうなんですね、街ひっくり返しちゃうんでございますね。まあ街どころか、だって地球上の海の3分の1を感染させることができるんでしょ。まあね、そのさらに先のね、バイオシックスに出てくるハウスのシーウイルスなんかってさらにそのレベルを上なんだけどね。まあ FBC の長官であるということが、まあここで暴露されちゃったということで、あれ俺たちのボスってヤバいやつじゃねって気づいた FBC の人たちがね、銃を構えるのをやっぱやめたって。 FBC はこのマシンガンが好きなのかもしれないな。まあ見ての通りということで、まあ今回ばかり言い逃れできないと。で、なんかね、本当はね、内心ね、心臓バックバックで、もう今にも止まりそうで仕方がないっていうことなんですけどね、まあ、なんか、ということですね。残念ながら、はい、もちろん解析的に。あ、そっか。お、思い出した。これあれだ。思い出した。これあれだ。チャプター1の2で手に入れたやつだ。それを持ち帰ってたかな。まあ、テレグジパニックが、完全の脅威に気づくこともなかった。結局ね、こういうさ、なんか自分が本当にやばいことを起こしてるやつっていうのは、もう、自分がなんか正しいと思い込みすぎちゃって、こんなこと言っちゃうんですよね。だから皆さんもね、なんか世の中でさ、SNS とか使ってさ、匿名でさ、名前も顔も出さずにさ、陰で攻撃してきてるやつらっていうのは、こういうやつらって、こういう、モルガンみたいなやつばっかりだから気をつけた方がいいっすよ。はい、結局ね、自分が間違っているってことに気づかないままね、正義という名のね、しょうもないね、武器をね、片手にやってくるだけなんで、で、結局こうやって暴かれていって、なんか、ごちゃごちゃうんぬんされていって、まあ、誹謗中傷とかまでたどり着くようなもんだったら、表に出されて、裁判に裁かれておしまいみたいなね。だから、お気をつけなすってね。てか、本ありすぎじゃね、さすが小説家目指してるだけあるの、オブライエン。君は過ちを BSAA is making a huge、なんか聞いたことある言葉ですな。だけどそれは牢屋の中で、なんかもう言っといてくださいみたいな、ね、了解です。はい、ということでね、 Queen isということで、いやー、なんとか無事にね、ボスを倒すことができたんだけど、ボス5分もかかってねえっていうね。まあ最後あれ使っちゃったからね。でもやっぱ男のロマンとしては、まああいつをぶち込むっていうのがやっぱね、正しいことだと思うんですよね。まあ外しちゃってるけどね。はい、ということで、なんかエクストラステージ解放うんぬんとかっていろいろ出てきてはいるんですけど、まあ、このままね、エンディングに進んでいこうかなというふうに思います。いやー、なんか気づけば、1ヶ月近くね、まあ、1エピソードずつだからって、1個ずつそんな長いパートやってないこともあったんだけど、なんか、
ボリューム的にはちょっと物足りない感はあるかもしれないけど、なんか、ね、程よく遊べて、程よく怖くて楽しかったっていうのはね、まあ、あの心残りとしてはやっぱりレイチェル・ウーズをぶちのめすことができなかったっていうところですからね。はい、まあ、BSAA はね、あのてか彼らも大変だよね。この翌、じゃあこの2年前にアンブレラ壊滅させてすぐに BSAA 立てて、そしたら今度あの 地球じゃ地上じゃなくって海のね化け物とも相手にしなきゃいけないみたいな感じっすもんね。いやー大変だよ本当にね。まあ、結局こういうね、あのなんかリーダー、結構バイオハザードってまああるよね、なんかその対テロ組織とかさ、なんか大手製薬会社とかのリーダー格みたいなね、表だって、ああ、そうそう、こいつら実は生きてたっていうね、まあ、死んだシーンが描かれてなかった、死んだと思われるシーンが描かれてなかったけど、こいつらなんでこんな楽しそうなんだって話で、しかもめっちゃ顔焦げだし。で、現場エース。で、東部アフリカ支部に要望。だから、アフリカに行ってるから、かたくなに断り続け、ジェシカのお尻を追いかけ続けた。違うね。残念。ジェシカの後ろで抜けられなかったですね。はい。ちなみに、あ、そっか。あれだよ。パーカーって確か、あの、なんだったっけ？デスアイランドだったっけ？なんか、じゃあデスアイランドは今度の、違う、この間やったばっかりの映画だ。なんだ、違う、デスアイランドじゃなくて、デッドリーアイランドってなんかあったよね。あのクレアが主人公になって、なんかよくわかんない日本人が島にいっぱいいる、あのグラビア美女とキャッキャを踏むでおっぱいもみもみってする作品、あれの中にパーカー出てきたよね、確かね。うん、で、まあ、残念ながらオブライエンはね、まあ、今回のことを受けてね、はい、まあ、作戦指示の責任を取って、小説家になったということですね。はい、小説家いいよね。僕もいっぱいね、頭の中にね、こんな小説書いてみたいな、あんな小説書いてみたいなって、できればそれを映画にしたいなっていうのがあるんですけどね、それをね、やっぱね、形に残すことができないっていうのが、やっぱこう、人生の今、まだ31年生きてきている中でのね、もうすでに出てきて悔いなんだよね。で、どこだったっけ、バイオセブンだったっけ、バイオセブンの中で、確かオブライエンが、小説を書いた作品が出てたはずなんですよね。で、これがバイオハザード5につながっていく。まあ、作品この、リベレーションズという作品自体が、時系列は2005年だから、2009年のバイオハザード5の前の作品になるけど、実際にゲーム自体はね、2012年の作品だから、まあ、バイオ5の後に作られた作品っていうところがあるんですよね。はい。ということで、本当に最後まで動画ご視聴いただきまして、どうもありがとうございました。今私はですね、ドリンクを片手にですね、まあ、ゆっくりと、ね、見ているというところでございますね。はい。ということでね、まあ、皆さんもね、なんかドリンク片手に、まだ暑い季節続いてますからね、はい。ぜひ、シュワシュワの飲み物とかね、饒舌になったり、滑舌が悪くなったりするような、苦用の飲み物とか甘用の飲み物とか、いろいろご用意いただいてですね、いっぱいやっていただけたらと思います。ということで、乾杯。なんかね、家ってさ、最初一口目ってうまいなとかって思うんだけど、やっぱりね、500ml とかそのくらい飲み始めてるとね、だんだん味がくどくなってね、甘いんですよね。甘かったり酸っぱかったりとかでね、だんだんちょっと飲む量がしんどくなってくるから、ここら辺調整しないとやっぱきついなっていうのがあるよね。まあまあ、そんな個人的な話はいいとして、で、この後の作品をね、全くね、無計画っていうところがあるんですよね。だからこれちょっと、まあ、複数本溜め撮りしてるから、まだ数日間は余裕があるんですけど、何を撮ろうかなっていうことを全く決めてないので、まあ、そこら辺に関してはね、ちょっとお楽しみにしていただけたらなというふうに思います。本当はね、バイオ RE5 なんかっていうのがもしかしたら販売するかもしれねえみたいな情報とか出てきてるから、バイオ5をやりたかったんだけど、残念ながらなんか僕のパソコンがダメなのか、バイオ5ね、全然ね、開けないっていうね、オチがあるんで、まあ、バイオ4をやってもいいし、5やって、まあ、もう一回 RE4 に戻ってもいいのかなと、まあ、6やった後にね、また RE4 戻るっていうのも、あれなんだけど、まあ、RE4 もね、まだ、プロフェッショナルを1からプレイするっていうことを実はやったことがないから、まあ、それをね、改めてね、まあ、まあ、5時間半以内のプレイか、あれを、まあ、目指してやってみるなっていうのもね、いいのかななんて思ったりするけど、でもあれ確か、5時間半以内で、しかもセーブ回数が15以内じゃないと S プラス取れないんですよね。猫耳ちゃんを取るためにみたいなね。裏でやっとくかな、なんか。で、猫耳取って、キャッキャウフフの旅に出るみたいなね。5時間半で、しかもプロの、ね、難易度でね、クリアしていくって、なかなか試練としてはレベル、僕のね、
パソコンのスペックとね、僕自身の腕だとね、なかなか高いなって感じがするからね。はい。まあ、ちょっと次何するかなっていうのは、ちょっとここ数日考えてね、早速、嫁と娘が寝静まった夜中にですね、シコシコと一人で撮っていこうかなというふうに、シコシコと一人って言った時点で、ちょっとね、危ないことを考えた人はね、めっちゃ気持ちわかる。うん。なんか僕、シコシコって言っちゃうんですよね。うん。別に本当にシコシコしてるわけじゃないですよ。はい。別に本当にシコシコしてるわけじゃないし、まあ、確かに ジルはね、もうシコシコされ、できそうな感じかもしれないですけど、違う。っていうことなんでね。まあ、そう考えたら、まあ、セール、この数字でセールやるわかんないよね。まあ、ちょっと安くなってるんで、ね、今度リベツとかやってみても面白ないかもしれないですけど、リベツのね、ちょっとシステムがあんまり好きじゃないっていうのがぶっちゃけある。こんなこと言うと怒られるかもしれないけど、そうなんですよ。2人で、どうせやるなら誰かと一緒にリベツをやりたい、いろいろ交換しながらやるっていうのが全然ちょっと性に合わないっていうのがね、あるんでね、そうなんですよね。まあ、ちゅうことで、はい、まあ、もうそろそろ終わりそうなところではありますので、まあ、次回のね、動画をまた、まあ、ちょっと同じ作品をもしかしたらやるかなっていうところが、まあ、その可能性が非常に高いなっていうところなんですけれども、まあ、そこを気にせずにね、楽しんでいただけたらなというふうに思います。これなんかアフターストーリーあったっけ？アフターストーリーあったわ、例えば。はい。敵がひるんだ隙に近くをなんちゃらって、今更出てくる。いやー、いいよね。優雅な昼下がり、一人で小説でも読みながら。あれ？デジ逆じゃねえ、めくんの。いやー、表向きに堂々とこんなね、ティーアビス回収してきましたって旦那っていうのを見せびらかして大丈夫なのかねって思ってね。組織っていうのは FBC のこと言ってるのか。ちょっとまたなんか別の組織なのかな。実は、バイオファザード5のウェスカーと繋がってたとかね。RE5 とかやるときにそこら辺が繋がってくれてたら面白いですけどね。Things could really heat up. Indeed. Fun's just getting started. Indeed. バイク探しはインディーズ。待って、左の2人、完全にカッチカチない。不気味なあれが動き回っているけど、何が起こるかわからない。はい。つうわけで、全体は A でございますか。あ、なんだ？チャージショット3。はい。カジュアルクリア。あ、ハイドラ。へえ、ハイドラ。あ、でも、このハイドラってなんか微妙なんだよな。5のハイドラ超強いけどね。じゃあ S ランク取らないといけないんだったっけ？忘れちゃったけど。まあ、ゲームクリアおめでとうございます。装備必須してから、はい。クリアデータを保存しますか？まあ、するけど、まあ、一旦ね、ここで終了とさせていただきたいというふうに思います。ということでね、本日も動画最後までご視聴いただきまして、どうもありがとうございました。太ももをピシピシ叩きながらね、お別れしたいというふうに思います。ということで、最後までクリアおめでとうという方ね、ぜひチャンネル登録ボタン、グッドボタンもよろしくお願いいたします。ではまた次回のシリーズでお会いしましょう。バイナラ。